今回紹介するスレは、よく考えたらルフィとエースってに対する読者の反応です。それでは本編へどうぞ。7年間も二人で一緒に過ごしてたって結構長くない？多感な時期に7年間も一緒に毎日暮らしてたら人格形成にも影響あるよね。ルフィの弱虫や泣き虫嫌いはエースの受け売りだしな。そうそう、実際白星に初対面で弱虫は嫌いだなって堂々とと言ってたのにびっくりしたけど、こんなところがエースの影響だよなと思う。桃に対する態度がルフィの中の兄像をなぞってたの好き。ほんとだ、まんまこれだわ。スレガの左端の方の少し大きくなったルフィとエース13歳と16歳頃とかめっちゃ見てみたい。どんな会話するんだろ。ビブルカードで同じ反応することに対する回答にオダッチの兄弟感を感じる。兄弟として過ごしてきたら似て当然なわけだな。最初は実景だと思ってた。リアタイで読んでた読者はこれで血縁ないなんて思わないからな。ここもかな。エースは遭難して自分も空腹でも全ての食料を渡したのに対しルフィはヒーローは肉を人に分け与えるやつのこと、俺は肉を食えてヒーローは大好きだけどなるのは嫌だって対比でもあったけど、見返すと桃への初対面の厳しさも似てるんだよな。ルフィが誰かに泣き虫で嫌いっていう時はルフィの中の兄モードが発動してるのではって思えてきた。ガープまで似てるもんな。ガキの頃から無茶ばかりするお兄ちゃんに似た。うむ。受け継がれるジジイの口の軽さ。100歩譲って無法者の二人はギリ大丈夫だとして、大勢側の口が軽いって絶対ダメでしょ。小さい頃はルフィも泣き虫だったの。大きくなったらコビーにも厳しさ発動してて成長を感じる。サボガキの頃からいつも心配ばっかりかけるんだあのバカは。ジャパパー、ワノ国は気づく人だけ気づくってリンクが多いけど、これもオダッチ兄弟間のこだわりか。7年間って小1の子が中1になるもんな。今の一味の仲間より断然長く一緒にいるな。エースの方のリアクションはここか。アラバスタ編なんてもう約20年くらい昔の話なのによく小田先生ちゃんとリンクさせてくるよな。ルフィ一人ぼっちは嫌いだけどジップは会ったことない。じいちゃんが帰ってくるのはたまに、シャンクスとは別れたっきり、サボは早々に海へ出て死んだと思ってた。ダダンたちは基本放任だからエースの存在がデカすぎる。これツイートしてるのが元ナレキン王者だから気づく方も変態だし仕込む小田先生も変態。僕は戦争の時に兵隊として参加していて、これは正義の戦いだと言って送り出されたんですが、敗戦を迎えると一転今度は僕らが悪者になってしまったんです。その時に国が唱える正義というのは信じがたいと感じさせられて、喧嘩に勝った方が正義だからどちらが正しいのかは判断できない。そこで揺るぎのない正義があるとしたらどんなものだろうと考えたら、飢えている人を助けることなんじゃないかと思い至ったんです。逆にエースがこんなに常識人になったなんて言われるのは白ひげのおかげなのだろうか。未来史するといつか来る黒ひげとの戦いでバナロ島の太陽か闇か勝者は一人だに近い構図をルフィでもう一度やると思ってる。こんなにリンクさせてたのか面白いな。そこは弟のために礼儀を覚えたから。マキノのおかげじゃない。シャンクスに会った時非礼がないように礼儀作法習ってたし、サボが黒ひげの前で隠蔽出してきたりしても熱いな。これは自分も未来視した太陽神と判明したらここの雪辱を晴らすのかと思うよな。兄をマルシに追いやった相手を似たようなリベンジ感出る構図で終止符を打ってハッピーエンド感出るし、マキノに挨拶覚えようとする前に優しいお兄ちゃんになろうとしたきっかけが明確にあるからな。アラバスタの兄弟リンクはサボもあるしな。マキノさんとの練習風景いいよな。二人ぼっちの7年はデカすぎる。サボ以外に心開いてる描写もなかったけど、それにしてもルフィに冷たかったの。家族がいることへの嫉妬心も最初あったと思うんだ。ここルフィは自分の気持ちをぶつけてるだけなんだけど、見事に天涯孤独のエースにも刺さる言葉をぶつけてるという。一味の中で唯一両方の兄にあったゾロが気づくのもいい。ここも立派なくの一になったらいいよって同じようなこと言ってるんだよね。アラバスタであったルフィの兄ちゃんみたいなのじゃなくて、ちゃんと名前覚えてて呼んでるのがいいよね。金右衛門いないと寂しいな。やっぱどうでもいいやつでもいないと寂しいんだな。このスレ読んでたらマルコとのシーンがしみるな。この時のルフィ弟って感じの笑顔で良いよね。
ローラと話している時の俺の兄ちゃんだとかもすごい笑顔だし、鉄からエースの話聞いている時もニッコニコ。この兄弟が7年一緒にいたっていう事実だけで胸がほっこりする。ルフィがお前弱虫だから嫌いって言ったキャラが初期コビー白星ももだし無意識にルフィが兄モードになる相手に出る言葉なのはありそう。俺が弟を絶対に守らないとって生きる意味を作ったエースと一人は死ぬより辛いって寂しがり屋なルフィで結構な強依存入ってるんだよなこいつら闇深人の心。お互いの存在がお互いにとって死ぬほど重たい二人。ここウソップのセリフだけ実は違ったのが。孤独を抱えたエースと寂しいのは痛いより辛いルフィが多感な時期を7年も一緒に過ごしたんだそりゃ重くなるのも必然だよな。でも束縛はせずにお互いの生きる道を尊重して別々に船出できたのはすごいと思う。いや、まあ、シーン考えると違うとは言い切れんと思う。サボとエースはルフィに過保護って言うけどそりゃ過保護にもなるわ。ルフィがエースのことになるとムキになったり感情豊かになったり能力渡したくないってはっきり言うのもそれはそうってなる。よく見ると食ってる最中に寝るエースって寝ながら食えるルフィとは違うんだよね。ルフィは食ってる最中寝ないしエースは寝ると食うのが止まる。この船の上で単語部作ってるエースもルフィっぽいわ。ちなみに思い出してほろりと泣いてるマルコが泣けるアニメの OP でもちゃんと涙出てて余計泣ける。頂上戦争でのこのセリフ言いは戦いでルフィに対して俺が守ろうって言ってくれてルフィが受け入れるキャラ他にいないしな。人格形成に一番大事な時期を共に過ごしたなら血縁とか関係なく家族で兄弟だよな。実の家族がいない寂しさから寄り添ったので実の家族より絆が深い感じか。そりゃこんだけ支えになってた兄が死んだら精神崩壊寸前まで行くわな。仲間がいてよかったよ本当に。俺がいなくてももう大丈夫とか自分の価値下に見すぎだよこのお兄ちゃん。ルフィからしたら7年一緒にいてジジイに殴られても臆さずかばってくれる存在だからそや懐くわな。頂上戦争、久しぶりの共闘で息ぴったりなの7年の重みを感じて好き。本当にもう生きる理由の中でルフィのためってのが大きすぎたんだろうな。その弟、かなりあなたが死んでかなり苦しんだんですよ。エースの自己責任とはいえルフィはよく赤犬を恨まなかっただよな。いや、仕事だから赤犬が恨まれる筋合いはないがルフィ視点なら赤犬と黒ひげの復讐鬼になったらも不思議ではない精神力強いよ。弟全開の顔になるのよい。ここ多分5年ぶりとかの共闘なのに息ぴったりだよね。このダダンがルフィとエースの記事をスクラップしてるの泣けるエースの記事はもう増えていかないけど。最後までご視聴いただきありがとうございました。皆さんは今回のスレについてどう思いましたか？ぜひコメント欄で教えてください。これからもワンピース反応集投稿していくのでチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。